はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回ですね、宮迫さんがですね、あるですね、番組にですね、地上波復帰することがですね、わかりました。なんとですね、宮迫さんの地上波はですね、5年ぶりということなんですね。で、一体ですね、この番組、どんな番組なのかってことをですね、ちょっといろいろと調べたんですけども、まあ、言っちゃなんですけども、あ、なるほどと、こういう感じの番組ねっていうね、感じの内容なんですよね。まあ、正直言って、これ一体誰が見てんだろうみたいな感じの番組の構成で、かつですね、宮迫さん以外に今まで出たメンツを見てもですね、あ、なるほど、ああ、なるほど、そういうメンツ、みたいな、なんかこう、いろんなことがですね、見て取れるような番組になっています。まあ、今回はですね、その地上波番組とは何なのか、そしてですね、まあ、支離滅裂、めちゃくちゃなですね、その番組の内容とはみたいなですね、まあ、その辺について話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、宮迫さんがですね、今回ですね、YouTube の方を更新してですね、5年ぶりにですね、地上波に復帰しますということをですね、報告しました。で、まあ、宮迫さんといえばですね、まあ、5年前にですね、もうそんなに前になるんですね、闇営業騒動が起きてですね、まあ、その後ですね、吉本と揉めに揉めてですね、最終的にですね、完全にテレビから干されるっていう形にはなりましたよね。まあ、当時はですね、ホリエモンさんとかがですね、宮迫さんがきちんと数字を持てばですね、テレビの方から寄ってくるみたいなことも言ってましたけども、まあ、今のところですね、宮迫さんがテレビに復帰できるようなですね、目処はまるで立たないまま、まあ、丸5年経ったかなっていう感じです。まあ、一回ね、地上波復帰っていうか、あれは地上波まあ、復帰って言ってるかわかんないですけど、宮迫さんのことをですね、支援してるですね、あるね、シューズ会社かながどっかがですね、その地上波の CM に宮迫さんを使うみたいな感じで、確かですね、地上波から消えてですね、1年以内くらいに1回だけなんか CM にちょっと映ったんじゃないかなと思います。なんですけども、ただ今回の場合はですね、本当にちゃんと番組に出るんですね。地上波の番組ちゃんと出演するんで、さっき言ったその CM っていうのは、まあ、ちょっとノーカウントにしてるんじゃないかなということがですね、わかります。でですね、この地上波出演ですね、これね、この件に関してですね、宮迫さんはですね、非常に喜んでいます。で、その上でですね、こう言ってますね、純粋な出演オファーなので嬉しいですねというふうに笑顔で言ってます。でですね、過去にですね、その地方局から出演オファーもあったらしいんですけども、後に生じる大人の事情がね、と言ってですね、まあ、ちょっと言葉を濁してました。まあ、だから、まあ、いろいろあってですね、ちょっとね、出演ができなくなった番組も、まあ、過去にはいっぱいあったみたいですね。で、告白されたのに振られるみたいなことが多々あったというふうに言ってます。まあ、だから、現場的な人がですね、宮迫さんとやりたいっていうふうに思ったとしても、いろいろ多分局全体で考えたりとかするとですね、なかなか難しくて、ちょっとすいません、あの話なくなっちゃいましたみたいなことが、まあ、多数あったってことなのかもしれませんね。で、その件に関して宮迫さんはですね、まあ、すごい楽しみなんですけど、5年以上地上波という場所には出ていないので、若干緊張感がありますと、楽しみながら出演したいと思いますというふうに意気込みを語っています。で、さらにですね、今回の件について、何かしらを乗り越えてくれたオファーだった、このご時世なので何もないと思いますけど、各県のテレビ局の皆さん、東京都内でもいいですけど、乗り越えオファーしてくださいというふうに呼びかけていました。まあ、今後ですね、その自身の YouTube の中で、その部分をドキュメント的に感じて追うみたいな、そういったこともやっていくみたいなことをやってるみたいですね。まあ、つまり地上波復帰の裏側はこうだったみたいなことを YouTube でやるみたいな、まあ、多分そんな感じなんでしょうかね。で、僕ですね、あ、なるほど、宮迫さん復帰するんだと言って、これどんな番組なんだろうと思ってですね、そのね、番組を調べました。で、これがですね、なかなか癖が強いと言いますか、そういう番組なんですね。これ何かというと、皆さん、千葉テレビですね、千葉テレビだけで放送してるやつなんですよ。千葉テレビで第1月曜日、夜の、夜中ですね、夜中の1時半からですね、やってる番組なんですね。30分番組です。そうですね、千葉テレビの月1放送っていうね、千葉テレビで月1放送の深夜やってる番組。それがですね、この匠の教室ってやつなんですね。で、これ一応ね、テーマとしては何かっていうとですね、様々な分野の匠たちが、それぞれのプロとしての技術や思い、やりがいを通して、プロの演出とは演技とは何かをワークショップ形式で教える教室ってあるんですね。で、皆さん、このワークショップって何かっていうと、いわゆるその俳優とか目指すですね、人とかがですね、やる、なんかこう、授業みたいなやつなんですよね。いわゆる、はい、じゃあ今からですね、こういう役を与えますから、その通りにね、自由に演技しましょう。はい、スタート。みたいな感じでやらして、いや、君はね、もうちょっとこうでこうでね、みたいなね、よく俳優を目指してるね、人がやるやつですね。それがのワークショップっていうやつなんですね。まあ、俳優とかとタレントとかもそうかな。なんですけども、今回はですね、それを目指してる若者たちがですね、その教室に集まっていて、そこにですね、毎回一人のゲストの方がやってきてですね、まあ、いろいろとですね、まあ、語ると言いますか、まあ、芸能界とは、みたいなね、なんかこう、演技とは、みたいなね、そういうことを語るみたいな番組となっております。だからですね、なんていうのかな、こう、講義番組みたいな感じで捉えると分かりやすいのかなと思いますね。
で、僕もですね、これね、チェックしてみたんですけども、実はですね、過去のですね、出演者がですね、まあ、一覧で見えます、月1回で今までどんな人たちがですね、出てきたのかということですね。まあ、この辺についてね、話していきたいんですけども、まずはですね、これね、1回目から全部いっていきます。第1回目がですね、木下バンタさんという方ですかね。この方はですね、小説の悪夢シリーズの執筆や仮面ライダーリバイスの脚本などを手掛けているっていうですね、まあ、いわゆる小説家、映画監督、脚本家、演出家の方ですね。まあ、この方なんかすごくよくわかりますよね、皆さんね。やっぱりワークショップとかでですね、将来俳優を目指してるわけですから、こういったですね、まさに結果を出してる専門の人にね、話を聞くって多分すごいね、ためになると思うんですよ。うん、で、第2回目ですね。第2回目がミュージカル女優の花岡久子さんですね。はい。ミュージカル女優、歌手、ラジオパーソナリティ、愛犬家、ライブへの出演や保険をテーマにしたミュージカル、ワンライフへの出演、ラジオパーソナリティとしても活躍中というですね。まあ、ミュージカルの女優の人から、まあまあまあ、言ってみたら女優の先輩なわけですからね、話を聞こうと。まあ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 、うんうんって感じですよね。まあ、ただですね、こっからね、皆さん、第3回目になるになってですね、ちょっと話が変わってくるんですよね。あらら、みたいな。あれ、もしかしてこれ、テコ入れ入ったみたいな。まあ、これ、ちなみにテコ入れって何かっていうとですね、番組をやっていく上でですね、正直視聴率が取れなくなってきた時にですね、言ってみたら番組のね、内容を変更したりとかしてですね、なんとか視聴率を取りに行くのがテコ入れと言います。で、3回目ですね、皆さんこれすごいんですけど、お笑い芸人の中山浩太さんっていうですね、はい。ん？中山浩太さんっていうね。あ、で、中山浩太さんってこれ誰かっていうと知らん人もいると思うんですけども、ピン芸人のナンバーワンを決める大会ですね。R1 グランプリ2009で優勝したんですけども、まあその後ですね、正直全然売れなくて、今も東京で鳴かず飛ばずの芸人さんっていう感じですね。うん。だから、賞レースで優勝したんだけど、売れなかった芸人っていうのは過去にたくさんいるんですけども、その中の一人っていう感じなんですね。はい。え？中山浩太さん？いや、僕ね、中山浩太さんは好きなんですよ。面白い。この人本当面白いですからね、皆さんね。この人面白いのは事実なんですけども、中山浩太さんが、その俳優だったりとかタレントを目指す若者たちに、ワークショップで何かを伝えるって、ん？っていうね。はい。いや、もちろん中山浩太さんが面白い話をされることは僕は間違いないと思うんですけども、ただ、それを若者たちが求めてるのかな？この番組の構成と合ってるのかな？あらあらっていう感じが正直しますよね。で、続いてですね、第4回ですね。第4回、これ、村上ロックさんなんですよ。で、この方は何かっていうと、はっきり言いますけど、怪談師ですね。うん。ん？怪談師っていうね。まあ、最近皆さん知ってます。怪談ってすごい流行ってですね、イベントやるとお客さんがいっぱい来たりとかして、怪談師、漫才師みたいな感じで怪談師っていう人たちがいてですね、結構それでお金稼いだりとかするんですよね。で、この方は怪談師として、東京都新宿歌舞伎町にある怪談ライブバー、スリーナイトで活動しているという話ですね。怪談師。ワークショップで怪談師の話を聞く？ん？っていうね。はい。で、続いていきましょう。続いてがですね、お笑い芸人のシークエンス早友さんですね。で、この方はですね、皆さん何かっていうとですね、まあ、要は、その霊感がある、ね、芸人さんとして有名なんですよね。YouTube チャンネルの登録者数が数十万人いてですね、いわゆるその芸人さんとして霊視ができるんで、バラエティ番組に出て、あ、誰々さんのですね、このオーラはこうこうこうですね、みたいなことを言う人ですね。ん？シークエンス早友さんの講演？ワークショップで？ん？っていうね。はい。いや、早友さんはすごい人ですよ。早友さんはすごい人なんですけど、ん？っていうね。はい。で、続いて言いましょう。千原誠二さんですね。はい。千原ジュニアさんの相方さんですね。千原誠二さん。はい。千原誠二さん？ワークショップ？っていうね。うん。で、続いて言いましょう。これ第7回ですね。こっからですね、ちょっとね、最近ね、芸人さんが続いていたんですけど、こっからまた話が変わりますね。これ何かっていうと、ユーマ研究家、作家であるですね、中澤武さんという方ですね。この方はですね、本来小説家をやっていて、動く待ち合わせ場所との別名を持ち、2003年のテレビ朝日のバラエティ番組、銭形金太郎に出演、小説が小学校の道徳の教科書に掲載されているというですね、まあ、いわゆる小説家の方ですね。うん。まあ、小説家。まあまあまあ、そうか。小説家。まあまあまあ、今までに比べたらまだあれなのか。いや、でも小説家ってっていうね。はい。で、続いていきましょう。第8回目。これがですね、TKO の木本さんですね。っていうね。木本さんという皆さんあれですよ。TKO やってて、そのね、松竹クビになって、ね。で、いわゆるそのね、株ですか投資で数千万円もですね。まあ、言ってみたら詐欺に遭ってしまって、周りの芸能人たちも巻き込んで、そしてテレビから消えていった木本さんですね。木本さんがこれから先ですね、タレントを目指しているですね、若者たちにワークショップをすると。はい。で、第9回が、そう、待ってました。ここですよ、皆さん。宮迫さんですね。宮迫さん。うん、はい。どうですかね、皆さん。はい。正直言って、この宮迫さんも、この今僕がバーって第9回目までのメンツをわーって言いましたけど、その流れで考えると、あ、なんか宮迫さん、うん、
まあ、なんか、そう、この流れで考えると宮迫さんもありかなっていう気はしますよね。はい。そう、つまりですね、この番組ね、全体的な流れから見て一体何が言えるのかって話なんですけども、僕が見てる感覚では、おそらく第2回目まではですね、本当にこのワークショップ、まさにその俳優を目指す人たちがやるワークショップという場だからこそ、この脚本家の方だったりとか、ミュージカル女優の方を呼んでですね、そういうですね、その形式に則った形でやっていたと。まあ、しかしながらですね、2回目にして多分暗雲に乗り上げたんじゃないでしょうかね。ちょっとこれ視聴率的に大丈夫かと。だから、テコ入れが必要だってなって、じゃあどうしたかっていうと、いわゆる結構癖のすごい芸人さんといいますか、過去にいろんな経験をしてるですね、まあなんていうか芸人さんの中でもちょっと一覧ですけども、王道というよりは色物といいますかね。はい。まあ例えばなんですけど、じゃあこれで今まさにテレビとかでバンバン活躍してる売れてる芸人さんを招いて、その芸人さんからそのね、タレントを目指してるタレントだったりとか、俳優女優を目指している若者たちにですね、こういう風に頑張ったらいいんじゃないですかみたいな話をするんだったら、私もなぜか知んないけど、中山浩太さんとかシークエンス早友さんとか千原誠二さんみたいとかですね、その TKO の木本さんみたいにですね、なんていうんですかね、こう、常に傷のある人だったりとか、何かしらものすごい癖のある人をですね、呼んで、その人からワークショップ講義を受けるというですね、なんかよくわからない感じになってますよね。なんか話題性を先行して呼んだのか、しかももしくはその千葉テレビだからこそこういう芸人さんしか呼べなかったのかは分かりませんけども、何にせよっていう感じですよね。はい。だってね、皆さんね、お笑い芸人さんの講演会が地元で行われますって言ってさ、ワークショップがあります、皆さんよかったら参加してください、お笑いとはみたいなね、なんかお笑いとは芸能界とはについて語っていただきますって言って、本当そうなんだ行ってみようわーって言ってみたら、中山浩太さんです、シークエンス早友さんですって言われたら、ってなりますよね。いや、まあ確かに芸人さんとしてね、その、その、心霊 YouTuber としてめちゃくちゃ食えてるし、お金も稼いでるし、ね、中山浩太さんも過去に R1 グランプリで優勝してるし、ね、結果を出してる方ですけど、まあ、ただその、芸人さんが我が地元にやってきて、ね、お笑いとは、芸能界とは、みたいなことを語ってくれるというふうに聞いてきたら、シークエンス早友さんと中山浩太さんっていうね、ふうには、まあ、正直になるじゃないですか。正直。いや、まあ、そういうことじゃないんだよなっていう感じしますよね。だからなんていうのか、多分宮迫さんもね、多分今回出てきて、その若者たちの前にですね、こう芸能界でね、闇営業しちゃいけないよみたいな、事務所とはうまくやっていかないといけないよみたいな、まあ、そういったことをですね、こう感動的にいろいろ喋っていくのかなっていう気はします。はい。まあでも何にせよですね、何にせよなんか思っていた番組ではないなっていう感じですね。はい。ちなみにね、これね、千葉テレビでしか見えないっていうこともあって、公式のホームページの方でですね、これ YouTube の方かなの方でですね、多分全編載してますね。動画が全編見れるようになっています。まあ、なのでですね、皆さんもね、もしもね、興味がある方いたらですね、木本さんがどんなことを若者たちに伝えているのか、シークエンス早友さんが、中山浩太さんが、千原誠二さんがどんなことをですね、俳優を夢見るね、はい、ワークショップに来てる若者たち、俳優を夢見るで、ね、若者たちに何を伝えているのかっていうことね、まあ、皆さんも気になったらね、見てみてください。まあ、僕は見ません。まあ、ただですね、宮迫さんに関してはですね、これね、見てみようと思います。ちょっとやっぱ気になるじゃないですか。ね。はい。まあ、宮迫さん自体がする話多分面白いと思うし、それなりに説得力のある話をされる可能性は全然あると思うんですけども、まあ、ただ何度も言いますけども、俳優とか女優を目指している若者たちが聞くことではないよねっていう気は、正直しますよね。はい。そんなことよりも、序盤の第1回、第2回であったみたいなミュージカル女優さんだったりとか、ね、仮面ライダーとかの脚本家も務めてる脚本家の方とか、そういう人の話をですね、多分本当は、聞きたいんじゃないかなっていう気はしますけども。まあまあ、でもね、やっぱ番組って結局は視聴率なんでね、視聴率取らないと番組って終わっちゃうんで、そういう風に番組がどんどん手こ入れされていってですね、最初のね、番組の形式なんて合ってなかったようなものになっちゃうみたいな話っていうのは、まあ、テレビ業界ではあるあるなので、まあ、ある意味で言えば、しょうがないっちゃしょうがないのかなっていう気もしました。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。